井上京子です。去年はこのカードでベストバートが取れたんですけど、今日はいい試合しようとか思わないで勝ち狙っていきます。ブルダ、今日の相手は井上京子。去年このカードでベストバートを取ってるから、今年はそれ以上の試合を必ず見せてやる。去年のベストバウトを取ったブルナカノ対井上京子のシングルマッチ、この試合からは特別ゲストということで北斗晶さんに解説席に来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。こと後楽園というか東京近辺のファンにとってはもう井上京子っていうのはもうヒーローね。そうですね。やっぱり北斗選手から見ると、うん、どうですか、井上京子選手というのは若手とメインの中間にいるんですか、それとももうこの人はトップのグループの一人というか、もうかなりな上の方ですか。うちの会社でもう今先輩も後輩もなくないから、なくなってきてるんですね、はい、この人はもうこれからもっともっとね大きくなると思うし、今もトップのね人と対等に戦ってるから、もう対等でしょう、うん、うわ熱い壁って感じがするね、ラリアット一つ取っても。引きますよ、あれ本当に。どの辺にグーンとくるんですか、ガツンは。受け身がね、頭を叩きつけられちゃう感じで、はい、やっぱり首を持ってかれちゃうからかな、うん、普通の落とし技よりも衝撃だっていうか、自分が落ちる時のあれが違うんですか。うん、なんていうのかな、受け身を取れる人でも、ええ、叩きつけられちゃうっていうか、下にねこう持っていく感じだから、ええ、首を、はあはい、それでねもう叩きつけられちゃうね。すごいね。ダンプ松本とか昔の選手、いろんな選手やったけど、はいはい、私、うん、食らった時本当に、ああ今までこんなラリアット食らったことないなっていうか、うん、技のね、うん、正確さっていうのもあるんだけれども、やっぱり自分で自分の試合の流れをね、うん、組み立てるっていう点じゃ井上京子ってのはそれが天才的じゃないかなと思うのね。うん、天才だと思う、その辺がね。っていうか先輩って言っちゃえば、私は先輩なんですけど、はい、やっぱ見習わなきゃいけない点っていうか、あすごいこの選手はって、うん、だから後輩も先輩もなくなってるから、やっぱ実力主義でしょ。そうですね、もうだから強いものしか生き残っていけないっていうか、うん、うん、それをあの子から身に染みて感じるっていうか、うん、24時間プロレスやってもね。そうですね、好きで好きでしょうがないっていうか、うん、そうね、まあ、みんな好きなんだけど、もちろん、うん、24時間考えてるでしょプロレスのことを。そうですね、なんかテレビ見てもね、あこれプロレスにしちゃったら面白いんじゃないかなっていうかね、うん、プロレス頭っていうのね、そう僕らは言うんだけど、そういう面ではブルナカナもそうなんですよ。ああなんかアクション映画とか見ても、あこれちょっとできるんじゃないかなっていうか、使えるとかね、うん、2人似てるんですよ私。 あそうなんですか、はい、一緒に獄門島の控室で着替えるようになったら、すごい似てるんですよ考え的に。どっちかっていえばブルはプロレスをもう一本でっていう感じですね、でもう感動させるプロレスを目指してますよね、はい、で井上京子の場合は明るく楽しいプロレスっていうのかな、はい、だから違うように見えて考えはすごい、そのプロレスに対する気持ちっていうかそっくりですね。だから獄門島の控室にで着替えるようになって、もう勉強させられたことって多いですよ私。ああそうですか、この2人から、こういう試合になるとね、やっぱり今の流れで言うと井上京子の注目度がね高いでしょう、はい、でブル中野の場合は横綱で当たり前っていう部分が出来上がってるから、本当はああいう井上京子みたいな選手が相手だと本当はかえってじゃあ自分はどうやって自己主張すればいいのっていうことになると難しいでしょう。そうですね、今のブル様だと私も壁にぶち当たったって言えばそうなのかもしれないけど、やっぱり目指すものっていうのかな、この人を倒したいっていう、ええ、そういう人がいる時っていうのはね、もう負けてもなんていうのか伸び盛りっていうのかな、うん、目指すものがあるといいですよ。なんか東大の明かりっていうんじゃないけど、ええ、もうそれを求めて、ね、前に進むだけっていうか、でも上の方になっちゃうとね、やっぱりついてくるものっていうかね、やっぱり自分を抜かそうとするものに抜かされないようにって その気持ちで上がっていくしかないから、だから、うん、ブル中野はだから今
全日本女子プロレスにとっては本当灯台の光だと思う。みんながそれを近づきたくて、うん、それを求めていってるっていうか。でもそのレベルも常に維持していかなきゃいけないわけでしょ、ブルの場合は。そうですね。斉藤さん、はい、私にも参加させてください。あ、はい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 、どうぞ。実はこのカード私もね、すごく思い出があるんですよ。このカードは、はい、初めてビデオを担当した時のメインがこのブルタイ農場と、まあ、大宮の例のベストバウンドなんですけど、そういったものが非常に興味があるんですね。で、僕は思うにはその井上京子が素晴らしい素晴らしいと、まあ、すごいと言われますよね、はい、その凄さというのは相手がすごければすごいほど発揮されると思うんですよ。だから結局ブル以上がいないわけじゃないですか、もうね、トップというか。だからこういう相手にした場合にその凄さがすごく分かるというかね、目に見えて分かるというか、そういう風に感じてるんですね。結局新しい横綱との可能性を持った人と現横綱の対決でしょ。そういうことですね、うん、だからオープニングでも言ったんですけど、5分経過、まあ、その僕が描く未来像っていうのが、うん、井上京子がシングルのトップに立って、はい、山田と豊田の、黄金コンビがタッグのトップに立つと。なるほど、うん、これが一つのこう理想の未来像といってももう近い未来ですけどね、うん、そうすると他の極門とはどうなっちゃうんですか。今ちょっと数名隣にトップを狙う重要な人がいるんで本当は言うべきじゃないかもしれないけども、いや正直言ったらそういう気持ちなんですよ。まあそれに期待がかかってるっていうか。でもレスラーってグループじゃなくて全部本当は個人だもんね。そういうことですね。やっぱりそばにいる人光ったら、じゃあ自分はどうやったら光れるかってこと常に考えるでしょ、やっぱり。そうね、これ私の考えなんですけど、はい、私は、新鮮さの面では山田と井上京子のペアは、トヨタ山田よりはいいんじゃないかなと思ったんですけど、新鮮さでは、うん、でもお互いにやっぱり私の場合はローカルの試合とかも見てますよね、毎日山田と井上京子が組んで、合ってませんよ、はっきり言って。あ、いや、殺し合ってる部分があるね。殺し合ってます、うん、本当にいいところを殺し合ってるっていうのかな。井上はやられてもやられてもどうにかやり返す選手だったんだけど、やっぱり山田と組んだ時はもうやられっぱなしって感じ。あとはタッグ、あとは山田にタッチしたら山田は割と自分の今まで通りのレスリングできちゃうんですよね。そうなんですよ。だから受けに回りすぎちゃうっていうのかな。それで山田っていうのは心底をなんていう真面目なプロレスっていうんですか、はいはい、お客さんもそうやって撮ってると思うんですよ。でも、さっき言ったように井上京子は明るく楽しいプロレスだから、だからお互いの味を殺し合っちゃうっていうのかな。そしたら両方つまんなくなっちゃうでしょ。そうなんですよ。井上が明るいプロレスをタッグ組んでやってたら、山田のあの真面目な味っていうのかな、プロレスに対する死んじゃうね、死んでると思うのね。で、それを井上京子が山田の真面目さに合わせちゃったら井上京子の味が死んでるっていうか。だから私はあのタッグは私個人だけど好きじゃないっていうか。トヨタ山田の方がいいんですか、じゃあ、どっちかっていうと。そうですね、私はトヨタ山田のペアの方が本当にさっき石倉さん言ったけど、これからタッグの頂点極めていくようなペアになると思う。山田はすごく分かりやすい、すごく分かりやすい、まあね、井上京子シングルプレイヤーの方が向いてるのかもしれないしね。そうどっちかっていうと、ただあまりにも本当技巧派っていうか、なんて言うんでしょう、全ての技とかがパーフェクトすぎるでしょ。だんだん面白さ、正確さが面白くなくなさっていうの、つまんなさになってくる危険性もあると。ブル様のような人間離れした迫力ってないでしょ、綺麗だから。どっちかっていうと昔のタイガーマスクみたいなうまさだから。だからこの子には、ええ、この子がここまでね、やっぱりそんなに、ね、キャリアがなくて伸びてきたっていうのは、この子の味がすごかったっていうか、やっぱりね、カラーっていうのかな、すごかったからここまで来れたと思うんですよ。で、まあ、知ってる人もあの頃はそんな、まあ、上手い子だなとは思ってたかもしれないけど、獄門島に入った頃の井上京子ね、入る前の井上京子って、まあ、週刊プロレスとかで、ユニバーサルかなんかに上がった時に全日本女子プロレスに、あ、すごい、持ち上がったね、そう、井上京子ありだっけ、ってて、そこら辺から思ったっていうか、この子の存在っていうのを分かってきたと思うんですよ。そうじゃないかと思います。ですよね、だその前って全然この子のことを知らなかったと思うんですよ、みんなは。そうですね。で、
この子私思ったんですけど、ベビーフェイスにいたらきっとね、器用な、うまいっていうのかな、ただのそういうレスラーで終わっちゃったような気がするの、ええ、私この子は、まあ、ヒールって言ってもヒールではないけど、そう味的にはね、ええ、だけどこの子は獄門島入ってうまいように、悪い意味じゃなく、ブル中野を利用してね、自分が敵に、うん、組む時は組む、敵に回る時は思いっきり敵に回るっていうのかな、うん、うまいように利用して上がってきたっていうかね、だからそういう面でもすごい、うん、プロレスの天才なんだよね。そうなんですよね。だからいろんなことで自分を上げることを考えてる子だと思う、うん、向上心がすごいね、うん、でやっぱりこの人が一生懸命になって、あの井上のプロレスって泣き笑いがあるでしょ、はい、みんなが一緒に笑えたりとか、みんなが一緒になって泣けちゃったりするプロレスだから、あの鳥肌立ってくるでしょやっぱり、はい、みんなこうやってコールしたくて待ってんだもん、うん、一番乗りやすいというか、乗りやすいんだよね、乗せてくれるいいタイミングで、うん、レスラーではあるんだけど、自分がやってるよっていうね、うん、やっぱり感動を見せてるわけでしょ。試合時間10分経過、10分経過。こんな体格差が違うのにさっきもすごい技やっちゃったし、うん、これもできるかな、あげますかねこれできたらすごいね、うん、私本人としてあげてほしいですね、うん、できるか、あ、うん、できるかなこれ、うん、また井上京子とこのタメガニクらしいんだよね、うん、よい、あ、できないかやっぱり、うん、でもそれをやろうっていう気持ちが今この子の年代で誰がこんなことできるかって考えたらこの子だけだと思う、うん、しつこいね、もう一回、うん、みんな見たいんだもん、やっぱりブル中野持ち上げちゃったっていうところ、うん、これやっぱり物理的に不可能でしょ、不可能かなこれは僕は思うに、でもこれもやる気を買うしかないん、うん、やっぱり本当にみんなの前でトライしてくれたっていうね、うん、ほらやっぱり、うん、僕はねこのカードのために言うことなんですが、ええ、あの井上京子のパワーってのをすごく感じるんですよね、あのブルとか、うん、アジャとかを本当に逆さまにひっくり返すでしょ、で、あのブルやアジャに言わせてもやっぱりあそこまで見事にあのひっくり返すというか、うん、のは、まあ、井上京子でアダムだけだと言うんですよね、力があるってこと、うん、実際すごいですよ、多分これはね、うん、北斗選手はやっぱり戦ってるものが一番、うんうん、なんていうのかな、結構体格的には背はそんなにこの女子プロレスのね全日本の中では大きくないんですよ、はい、身長的には、でも体重はあるらしいんですけど、そんなに太ったレスラーにも見えないでしょ、ね、筋性取れてるように見えるでしょ、うん、でも体っていうか筋肉はすごいやっぱ柔らかいのね、うん、それでうんと力のある子にも見えないのに、うん、すっごい力持ちですよこの子は、ですよね、うん、いわゆる筋力、運動選手ね、筋力が優れてるってことですね、うん、で自分に合った技を見つけるのがすごい上手いこの子、うん、なるで同じ技やらないでしょ、同じ技でも自分のようにちょびっとアレンジするっていう か、こういう体全体を使った力はブルやアジャがやっぱりね上でしょうね、うん、いや今のだってよく考えてたと思うわ、多分大宮の時ブル選手が言ってたんだけど、はい、この子ってねもしシングルで当たるっていうカードが出た時からこの人はどういうことをやる、じゃあこういう時に返そうとかね、うん、結構すごい本当に24時間考えてるだけあって、うん、だからこういう風に返そうとか、例えば私の回し蹴りだったらみんながねスカスカ、またあのチャンスがあったらキャッチするかって感じでしょ、うんうん、それを別の技で返してやろうっていうかね、うん、もうそういう気持ちを持ってる子だから、だからあの時ブルナカン選手はまさかやると思わないようなムーンサルトっていうのをやったらと思う、ね、うん、今のだって入り方が違うもん他の人とは、うん、井上の相手だとブル様もレスリングやらされちゃうね、そうですね、本当だったら格のプロレスやってもいいわけでしょ、うん、怪物的なファイトで短時間でバンバンバンとやっつけてもいいんだけど、なんかレスリングの中に引っ張り込まれちゃってる時が、うん、あの不思議な話、なんかやっぱり一般的に見た人はブル中野は困るとヌンチャクを出すって思う人多いと思うんですよ、はいはいはい、でもね私組んで初めて分かったんだけど、困ってない時に出すの、あの人はヌンチャクを、うん、自分が余裕の時はヌンチャクを出すの、でもヌンチャクを出さない時っていうのはやっぱりね追い込まれたりしてる時だと思う、
ああよく上がったわ。やっぱり見ると重いって感じがするよね。ピョンってロープの上乗って立っちゃうもんね。ブル様苦戦ですかこれ。そうですね。でも何かしら、まだ大技って大技ね出してないもんね。井上京子はギロチンさえどうにかすれば勝つチャンスあり？私あると思うんだけど、この子だったら。それがね、別にあのなんていうのかな、完全ホールのあれと、完全ホールっていうかさ、なんていうのかな、なんかの技で取るとかじゃなくて、隙を狙って入るのがうまいのね。本当に隙を取るのがうまい子だから、そういう技でもしかしたらっていう、ひょっとしたらみんなあんまりブル様のじっくりした試合見てないんじゃないかなと思うね、ここまで。おぉ、さあこれを上げるのもかなり、あれで場外にブレンマスター食らったら怪我しますよね。でね、分かんないかもしれないけど、ブルナカン選手また太ったんですよ。また太った5キロぐらい太ったんですよ。で、私この前横須賀の試合で、自分としては最低な試合だったなって思うんですけど、で、取材でね、一言言ったんですけど、私このままだったらブルナカのアジャコングに負けるんじゃないかって思うんですよ。それは今のまま、前は太ってもそれだけ動かせたんですよ。それが息が上がりやすくなってきたっていうか、やっぱり身長高いですよね。170センチあるんですよこの人は。で、105キロとか10キロぐらいだったらまだなんていうんですか、自分の体を自由に使えたみたいなんだけど、その限界をちょっと超えてきてると思う。だから、で、やっぱりあれを読んで週刊プロレスが出た日から、すっごいもう練習始めてますよこの人。本当だから私先輩に対してひどいこと言っちゃったかなとも思ったんだけど、でも、いい刺激になったんじゃないかなっていうか。で、すごい2人は私生活の面ですごいプロレスの話とかすごいしてるんですよ、いつも。他の獄門との子が中に入れないほど2人はすごい仲いいんですよ、プロレスのことで。だからああいうのはどうだ、こういうのどうだって2人ですっごい練習してるんですよ。なるほど。だから、なんていうのかな、努力家っていうのかな、2人とも。なんかすごく見える影にはやっぱり練習してるっていうか。あのアドバイスというか劇というかな、あれまた北斗晶らしいなとすごく思ったんですよね。やっぱりあのブルの首をね取るのはアジャに取ってほしくないでしょ。それはもちろん、それははっきり言って取られたくないですもんね。価値がないっていうか、したらアジャコング選手には失礼だけど、でもやっぱり私が赤いベルト取りたいっていうのは長年の夢だし、そのやっぱりそれをね、ブル中野選手の赤いベルトを取りたいから、だからどうしてもね、横浜では、今のこの状態では私はいないんですけど、どうしても防衛してもらいたいですね。なんか遠征が長引けば横浜にはいないという可能性が強いらしいですね。そうですね、自分の納得いくまでやっぱり海外には行ってきたいなと思ってるんで、やっぱりなんていうのかな、強すぎるんですよ、ブルナカン選手が。タッグを組むようになって、私ベビーフェイスにいた頃は、なんていうのか、頼るものがなかったっていうの、自分がトップじゃなきゃいけないっていうふうに思ってたから。でもやっぱり私がやられてもやり返してくれる、で、そういう気持ちを持つようになっちゃったんじゃないかなと思うんですよ。それが私をダメにしたっていうのはありますね。だからここでね、やっぱり、いろんな意味が ね、今思うとあったわけですね、獄門と、入りというか。でも私はヒールだと思うんですよ。さっきそういう話をしてたの、試合の時に、
私は、私の味っていうのは、うん、こう井上京子の味がこういう風にあるようにね、うん、ブル中野の味もある、でも私の味っていうのは本当にヒールだと、うん、自分でも入門した頃から思ったんですよ、うんうん、あこれあ余裕がある時にヌンチャクって、うんうん、あでもみんなお客さん勘違いしてるでしょうね、うん、うでもとことんやるんじゃないですか、可愛いからこそやってるんだと思う、うん、私はあお気をつけください、お気をつけください、いつかね、はい、そのうち多分井上京子もつまずくときは絶対来ると思うんですよ、来ますよね、うん、今までがねスピードに乗りすぎたから、そうなんですよ、だから乗って乗って、だからきっとそれをね、うん、なんていうのかな、見守ってるっていうか、ブル中野選手はね、私はそう思いますね、試合時間20分経過、20分経過、でもアダムはね、一、ええ、回つまずいた方がいいと思う、そうだよね、うん、私は思う、今と乗りすぎてるもんね、一回つまずいてダメになってね、自分が悩んだらきっとすごくなるんじゃないかな、もっと、ああこれ、これもすごいよね、いつ見てもなんかね、うん、見事というか、この子ってね何でも技にしちゃうの、本当に隙があったらなんかと思ってるんだね、さあ持ち上げますか、うん、これ持ち上がったらすごいんだけどね、うん、持ち上げるでしょう、できるかな、うん、あれ井上京子はあのブルにナイアガラドライバー決めたことあるの、今まで、あるん、やらせるかっていう感じだね、 ありますね、ありますありますよ、だ本当に持ち上げる力っていうのはすごいですよ、この子は、やっぱり20分過ぎてきたから重くなってるね、体あの動きが少し ね、 そうですね、これがすごいんですよ、やっぱりパパンって登っちゃうでしょ、うーロープを、あのこの子いわくね、ええ、人の使ってる技でも同じようには絶対使いたくないって言ってるんですよ、あそういうプライドがあるわけですね、うん、やっぱり、おおお、俺もちょっと初めて見ますね、ねえ、うん、やっぱり考えてるね、考えてますよだってこんなにやっぱりプロレスラー団体があったりとか、あすごい、あーダメか、あーやっぱり、うん、そうそう新しい技って考えつかないでしょう、あそこまでは行くんですよね、アジアにしても、うん、この子のすごいところはこれだと思う、ここ、ね、うん、ダメだったらもう一回ってやるでしょ、うん、あーあエンズイラリアット、かわしたまでは良かったけど、よく頑張ったね今のは、ブル様も辛いね、考えると勝って当たり前ですから、ここからはいかあのどうやって勝つかでしょ、世界でしょ、うん、はい、来ました、あお狙ってた ね、 やりましたね、井上は、うん、あ憎らしいぐらい、ね、なんかこのチャンスを狙ってたのかなっていう感じがする、これもう一発来たら危ないですね、
あ、何するんでしょうか。え、うわうわ、これは痛いわ。こんなの見たことあります？さっきの新しい技を2回やろうっていう、ね、あれだから、さすがにブルー様も2回はね。あ、ブルーズグランパスじゃないですか。あ、あーこれだ。あ、久々に出た。これはしょうがないですよね。なんていう技ですか。ブルーズグランパス。グランパス、ブルのシャチホコ。あー、そう、あのコラケンで初公開して、コラケンのダメですね。北斗選手が井上京子に点数つけるとしたら何点ぐらい今日は。いや、でも私は頑張ったと思いますよ。でもどっちかといえば大宮の試合の方が鳥肌立ったかな。新しかったもん、あれはまだ。やっぱり一回いい試合するとそれ以上いかないと同じ点数を与えられないよね。だから今回は反対にブルの方が井上の動きを読んじゃったんじゃないかな。そうかな、うん、とやっぱりこれは1回や2回のことじゃなくて何回かシングルで戦わないとまずい試合っていうか、やってほしいですよね。そうですね。貫禄の勝利、ブル中野選手です。どうぞ。おめでとうございます。どうでしたか、相手の手応えは。終わりですね。終わり。とにかく強くなった。この間の北斗と比べてという話にファンは注目したいと思うんですけれども、あの全く違う強さで、また全然違うからまた面白いんだけど、強さの面では2人とも、争っていると思います。今日はかなりこう最初から飛ばしていきましたよね。反則もありましたし。そうですね、もう反則使ってでも勝とうと思ったから、まあ、そこまであっちが攻めたんだろうけど。次はあのアジャとの対戦控えてますけれども、こんなもんじゃまだアジャとなんでね、今じゃまんまじゃダメだと思うから、もう一度入れ直して頑張りたいと思います。はい、これからも頑張ってください。おめでとうございました。